全科三班893番懲役太郎です。いやー、 VTuber 業界に大変なことがね、起こりましたね。なんか嬉しがってるわけじゃないですよ。なんかニヤニヤしてるわけじゃなくて、いや本当に大変なこと。天下のホロライブ様がね、この運営のカバーっていうところなんですかね、最初カバーって言ってニュース見たもんですから、なんだこれ、どこのチンピラ企業だと思って、こんななんか注意される、国に叱られるような、公正取引委員会に叱られるような、指導を受けるようなことはどこの企業だと思ったら、ホロライブ様であったんですね。よかった、知らないで言ってたらね、炎上するとこでしたよ。どんなことがあったのかなって言ったら、動画用の 2D、3D モデル作成リテイク243回もさせたっていうことなのかな。もうそれぐらいしてもそのお金を払わなかったっていう。でもすごいよねこれ。私なんかはピンとこなかったんだけど、これやってる、そういうモデル作ったりいろいろやったりとか、まあ私の運営側に聞いたら、243回もやる人ってすごいですよね。逆にすごい誠意ある対応ですよねって、もうそんだけ言われたんでね。公正取引委員会は10月25日バーチャル YouTuber 事業を手掛けるカバーが下請け代金支払い遅延等防止法、下請け法に違反していたんです。反社会的な行動をしてるわけですね。違反していたんですね。勧告や指導を行った。ダメですね。上場企業様ですよね。ダメですね。こんなことされてるのは。いけないことですよね。前科はつくのかしら。全く相手にされませんけど、そういう順法精神が全くなってないっていうことははっきりしたわけですね。これね。この私がやったってこんな怒られることはそうないんだよな。公正取引委員会は10月25日、バーチャル YouTuber を事業を手掛けるカバーが下請け金代金支払い遅延等防止法ね、違反していたとして、何度も言いますね。勧告や指導を行った。2024年4月から23年12月にかけ、動画用の 2D モデルや 3D モデルの制作を委託していた下請け事業者に対し、成果物を受領した後、初注意で示された仕様からは作業が必要であることがわからないやり直しを無償でさせていた。公正取引委員会によれば、23事業者に対して、こんなたくさんの人たちにね、地獄ですね、これは。恐ろしいですね。奴隷制度みたいなことなんですかね、これ。23事業に対し、計243回のやり直しをさせていた。一人じゃないんですね。23って、簡単に言ったら1事業者に10回程度っていうことかな。まあね、確かにね、細かいとこ、本当に髪の毛1本、色1つ、例えば衣装のボタン1つの位置だとか、ありますよ、そりゃ。ありますよ。でもなんかこれ、でもそれぐらいあるよな。俺なんて何回喋り直させられたことがあるか。今はないけど、最初本当に1日かけ声が出ない、もう声が出ないよって言ってるのにもかかわらず、あれはね、思い出しますよ。 VTuber なんとかっていう NHK に私動画撮ってありますわ。そうなんですよ、 NHK もここの数秒のところだけ直してくれ、たまたま NHK が悪いわけじゃない、 NHK に出たんですよ。おぎやはぎさんが司会のやつで VTuber なんとかってね、その VTuber が黎明期ですよ。なんか誰でも出れたような時があったんですよ。まだ1万人もいってない、5000人ぐらいの時だったかな。でそこで声がね出なくて、本当に数秒撮るのに一日かかったな、あれね。こんなもんやり直しなに100回ぐらいやってんじゃないかな、ずっと。まあまあ、そんなこと思い出しましたね。訴えれるんかしらこれね。俺太郎、いや違うね、まあいいや、そんな話は。急に思い出して涙が頬を伝わってきました。あの辛かった日を。こういうことはなんか被害届とか受領してくれないんですかね。公取引委員会が受領したこと、まあ細かいことはいいですよ、皆さん見てくださいね。なんかすごい細かく書いてるんですよ。さらに一連の行為により、2022年7月から24年2月にかけて、下請け事業者から成果物を受け取っているにもかかわらず、あらかじめ定められた期日までに代金を支払って、ケチー、どういうことこれ。ケチなんだ。お金ないの？あるよね。みんなが働いた YouTube のやつも結構 50% 持ってくんだよね。まあ私も俺太郎と半分ずつだから一緒か、それは。ならないかな、下請け法みたいな。演者が9割みたいな法律できんかな。そうすると遡って俺太郎からあと 40% ぐらい請求できるのかな。やった、金持ちじゃん。でもあいつもう金ないし。皆さん、色紙買ってあげてください。で、支払いをしてなかったことによる利息の額は29事業者に対して計115万、いや115万ぐらい別に払えばいいんだけどな。それも渋ってたの。
怖っ。というかまあそんなことはいいと、下請けなんでそんな風にさせときゃいいということなのかな。さらに下請けほど対象にならない取引先に対しても同様のやり直しが生じ得る形で業務を委託していた。公正取引委員会はカバーに対してホロライブね、無償でやり直しをさせたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うよう勧告、再発を防止するなど求めた。支払いの遅延についても再発を防止するように指導した。へえ、やばいじゃんこれ。こういうことは違法する会社はダメなんだよね。もっと厳しく追及していかなきゃいけないよね。皆さんこれはどう思うんですか。ちゅうかこんなことは最初から言われていただんだよね。始まった時はそんな立派な大層な上場できるような会社じゃなかったんだよね。最初から知ってるもん。まあ女の子のさ、まあ今もそんな男の子がいなくて女の子ばっかりのとこだったからあれなんだけど、なんとか三次さんもこの前なんかありましたよね。なんか大惨事になってたね。二次三次大惨事みたいになって、まあやっぱりこういうことは起こるよね。こういうあの新しい信仰的なもので新しい文化でってなんかすっごいかっこよく言ってるけど、やっぱりこういうことが起きた時どうなるかって言って、でも上場しちゃってるからさ、自分たちのもんじゃないからさ、いろいろさ言われて、まあやりにくくなっていくんだよね。あれはダメこれはダメって言ってさ、まあそもそもさ、あのどうなんだって話もあるわけよ。女の子たちを次から次へとやって使い捨てみたいになってさ、あの売れなかったあれだし、いろいろ揉めてんじゃん。過去にもそうじゃん。バーンとトップになった人たちがこうなったああなったって、結局知っちゃってるから俺も言えないことがあるけどさ、あれこれ大丈夫っていうようなことがある体質だったのは間違いないわけよ。でもこういうことが出てくるっていうことは完璧じゃなかったわけね。だからって鬼の首を取ったようにいうことはないけども、こういうことがやれてないっていうことは他もやれてないっていうことだよねって皆さん思いません？こんな要するに業者さんにこんなことやってるっていうことは、会社間、それから従業員間、何がどうとは言いませんよ。一般的にこういうことの問題が脆弱なことになってくるとね、まあこれまたさ気遣って言うよ、いやいやパワハラとかさ、無理な問題だとか男女関係だとかいろんな不祥事があるわけよ。陰に隠れてるわけよ。ここのこと言ってるわけじゃないの。例えばこういうようなこと、大体建築業でも何でもそうだし、サービス業でもそうだけど、こういう下請け業者に対してひどいところっていうのはまあそんなもんだよね。そういうことが起こりうる。出てこなきゃいいけどね、そういうことがね。こことは何の取引もないし関係もないし、別に言いたいこと言ってるだけなんで、そういうことがなきゃいいよねって言ってる。ね、私はニュースを読んでいるだけなので、ニュース番組を解説することはたまたまカバーって私は知らなかったんで、ホロライブの運営会社って知らなかったんで、見たよこれ本当にどこのちっぴら企業だと思ったらホロライブ様だったんですね。知りませんでした。私はニュースを読んでいて自分の所見を語っているだけなので、ね、全然悪気はないですし、何か邪魔しようとか足引っ張ろうとかね、なんか嘘言ってるわけじゃない。ニュース原稿を、ね、そのまま私は思うように読んでいて、一般的にこういったことがある企業、こういったことが下請けさんにね、こういうことをやってる会社は、会社の中で男女間のトラブル、金銭的な問題、従業員の圧力、パワハラ、セクハラっていうか横行しているのが今までの判例で出てきてるっていうことを言ってて、別にホロライブがそうだなんて一言も言ってないからね。以上です。